スマイ、アイミスユーで、あのメンバーがやばい。どうも、皆さんこんにちは。全力推し活マンです。よろしくお願いします。今回はですね、キスマイフット2についての動画となります。よろしくお願いします。あれ、冒頭でね、I miss you、 あのメンバーがやばいということなんで、まあ、今回ね、この I miss you について話していきたいなというふうに思います。まあ、この I miss you ね、ニューアルバム、シノプシスのね、収録曲ということになってます。で、こちらね、先日、カウントダウン TV、ね、ライブライブの方で、パフォーマンスありましたね。フルサイズでのパフォーマンス。まあね、このね、パフォーマンス最高でした。ね、もうあのメンバーとあのメンバーがまさかっていうね、感じ、いろいろいい意味でやばかったですね。まあ、ちょっとね、振り返っていこうかなというふうに、ね、思いますね。まずこの曲ね、この曲めっちゃ好きなんですよね。キスマイと言ったらド派手なね、楽曲のイメージがね、強いんですけれどもね、ちょっと大人の雰囲気。まあ、切なさ、儚さがね、伺える、この楽曲になります。でね、まあ、カウントダウン TV ライブライブでね、まあ、出演ってね、決まった時、ラブドワン来るかなって思ってたんですけれどもね、まあ、I miss you ということで、なんかちょっと意外だなってね、思ってて、一体どんなパフォーマンスになるのかって、すごいね、期待してたんですよね。気になってたんですよね。まあ、案の定ね、最高でした。もう予想をね、遥かに超えてきましたね。あんな見せ方があったとはっていうね、感じでしたね。皆さんご覧になりましたかね。まあね、これね、今回何がすごかったっていうと、メンバーの歌唱力っすよね。まあ今回ね、まあ生歌ということなんですけれどもね、こんなに安定してるかっていうね、すごいね、これがキスマイだっていうね、感じですごい誇らしくなりましたね。まあ、電話をね、表現した振り付けっていうことでね、今までにね、ないような、振り付けということでね、すごいね、見てて見応えがありましたね。本当に曲始まっていきなりね、宮田さんがね、一気にね、魅了してくれたっていうのがね、すごかったですね。キスマイファン以外の方も、ね、結構見てる方多かったと思うんですよ。出演アーティストもね、すごい多くて。まあそういった方のね、評判もすごいね、良かったっすね。ちょっとネットの方でね、評価とか見たらね、もうすごかったっすね。キスマイのね、パフォーマンス見るたびにね、なんか安定してってるなっていう風にね、感じますね。まあ、ラップ調でね、メンバーがどんどん歌い繋いでいく感じ。すごいね、一人一人にね、フォーカスして、フォーカスしたね、楽曲なんでね、そのメンバーの良さっていうのもね、よりね、際立ってますよね。で、このね、2番のね、サビかな。宮田さんと玉森さん。ね。このちょっと床にね、寝そべって上からのアングルでね、撮られてるところ、それにびっくりしました。まさかこんなパフォーマンスするとはっていうのでね、もうなんか鳥肌立ちましたね、これ。ね、まあその後横尾さん、藤ヶ谷さん来てね、まあ二階堂さん、千賀さんも本当にね、最高っすね、これ。まあドームツアーがね、もう始まりますけれどもね、まあどういったパフォーマンスになるのかなって気になってたんですけれども、こういう感じでやってきたんだと思って、ちょっとライブもね、楽しみっすね。まあ、セトリ落ちね、することは多分ないと思うんでね、ちょっとね、行かれる方はね、楽しんでもらいたいですね。このパフォーマンス注目っすね。まあ、どのタイミングでね、曲のどのタイミングで来るのかとかね、そういうのもね、ちょっといろいろ考えたいなって思いますね。予想したいなってふうにね、思います。ね、I miss you のね、パフォーマンス終わったらね、ちょっと、これもびっくりしたんですけれども、デビュー曲特集みたいのね、あって、まあ、いろんなね、グループ、アーティストの方々のね、デビューのね、様子、放送ね、してたわけなんですけれどもね、まあ、キスマイもね、そちらでね、ちょっと特集していただきまして、取り上げていただきましてね、まあ、デビューから18日で東京ドーム公演っていうね、衝撃的なね、エピソードもね、これもう全国にね、まあ、知らしめたということでね、もうファン以外の方もすごかったんじゃないですかね。もう7人でのね、パフォーマンス映像がね、放送されて、まあ、メンバーも若いねってね、思いながらね、見てましたけれどもね、まあ、キスマイのね、歴史をね、感じることができました。で、このね、まあ、I miss you ね、YouTube の方でもね、パフォーマンス映像が公開されています。ちょっとね、この YouTube に公開されてるね、I miss you のパフォーマンス映像、ね、そちらのね、コメント欄ちょっとね、紹介していきたいなというふうに思います。はい、まずティアラですが、カウントダウン TV でかっこよかったので見に来ました。連会がいつもお世話になってますね。もういきなりキング&プリンスのファンの方からね、コメントになりますね。
まあ、キングアムプリンスもね、あのカウントダウン TV、すごいね、良かったっすね。ファン以外の方にもね、こうやって注目されてるの本当嬉しいっすね。まあ、カウントダウン TV からね、こっちに YouTube の方に流れてきてくれるっていう、ね、方も多かったんじゃないでしょうか。まあ、連会がね、いつもお世話になってますということなんですけれどもね、あの筋トレ見ましたかね。まあ、玉森さんね、出演して、まあ、本当なんか微笑ましいっすね。結構ね、あの、永瀬廉さんと玉森さんの絡みはね、すごい前から濃いんですけれどもね、高橋海人さんとのね、絡みも良かったっすね、筋トレで。永瀬さんもね、高橋さんも本当可愛くてね、永瀬さんのこの大爆笑する感じめっちゃ好きなんですよね。ミスタードーナツ食べてね、ちょっと冷凍の下りに、ね、引っ張ってきたやつをね、あのバカ笑いがね、すごい良かったっすね。釣られちゃいますね。まあ、本当にね、ありがとうございます。続いて、毎回思うけど、ガヤの表現力半端ない。ガヤのダンスってキレキレしてて好き。ね。もう藤ヶ谷さんね、前からね、まあ、あの、安定してますけれどもね、いい年の重ね方してるなっていう感じですね。ほんと表情がね、すごい切なさのね、切ない顔とかね、すごい引き込まれましたね。続いて、I miss you の他に、シノプチスにはリセットという、これまた大人の切ない失恋ソングが入っていますっていうね、ちょっとアルバム情報のね、話ありましたね。あ、これリセットね。これめちゃめちゃおすすめな楽曲です。すごいね、あのニューアルバムでも好きなね、楽曲ですね。ちょっとまたね、別の動画で、このね、ニューアルバムのね、あの、ことについてね、話していきたいな、というふうにね、思いますね。プロデュース曲とか、まあ、他のね、楽曲とかもね、ちょっと話してみたいな、と思いますんでね。ちょっとまたね、後日の動画ね、チェックいただければと思います。続いて、何度も聴きたくなるし、見たくなる素敵な曲。ね、これ、ほんとわかりますね。なんか何回もね、聞いちゃいますね。すごいね、見どころがたくさんありすぎて、ね、まあ、一回じゃね、これは堪能できないですよ。もう何回も何回もね、繰り返し見てね、もうメンバーのそれぞれのね、良さとかね、感じてほしいなというふうに、ね、思いますね。こちら、あの、ニューアルバムのね、初回版 A の方でね、まあ、ミュージックビデオもね、入ってるんですけれどもね、まあ、ソロエディットとしてね、あの、それぞれのメンバーをね、フォーカスしたね、映像もあるんで、そっちを見てほしいなというふうにね、思いますね。これも何回聞くんだっていうね感じになりますけれどもね。まあ、6人バージョンのとそれぞれので6回でもう7回はね、聞きます。映像だけでもね、7回聞けますんでね。まあ、それをかける何回やるんですかね。もうみんなでね、見てもらいたいなというふうに、ね、思いますね。ということで、今回はね、まあ、キスマイフットツーのI miss youについて話させていただきましたけれどもね。あ、そうです。さっきね、言い忘れたんですけど、I miss youというとね、あの、キスマイの楽曲で祈りというね、楽曲ありますよね。そこサビでね、I miss you ってね、ありますけれどもね、なんか、そことちょっとね、切なさという点ではね、リンクした部分がありましたね。宮田さんもね、ちょっとそのこと話したりもしてましたけれどもね。キスマイにね、もうこういうちょっと切ない大人のね、楽曲歌わせたらもう最強っすね。もうやばいっすね。本当に。ますますね、楽しみになりましたね。またね、これとは別の動画でね、ちょっとアルバムのね、ことを話していきたいな、というふうにね、思いますんでね、ちょっとメンバープロデュースフルでね、聞いてみた感想とかね、さっき言ったリセットとか、とレモンパイスウィートメロディーとかちょっとね、いろいろあったんで、そのことね、話していきたいと思いますんで、そちらもね、ぜひ聞いていただければと思います。それでは、またお会いしましょう。バイバイ。